お、ファミリーレジデンスですってよ。ファミリーレジデンスですってよ。めっちゃ言いづらい、これ。あ、なんか変な構成できちゃった、私。それみんなごめん。あのね、これね、最近動画配信者さんが言ってた半這いずり構成みたいな構成で、ちょっとごめん。あのね、俺ね、この構成今日余裕あったらこれしようと思ってたんやけどさ、ごめん。俺、まだこの構成やったことないんやんか。死ぬかも。どうしようかな。でも、この構成でさ、初戦で勝てたら僕かっこよくないですか？サバイバーの皆さんいらっしゃらない。全員向こう側いてはったと思うんですけどね。回してはらない。じゃあ中央に来てる？ああ、これそういう堕落切れるまでそういう、隠密しようとかいうタイプのサバイバーさんたちですか？ありえますね。ね、ありえそう。恵んでらっしゃる。いや、こっち側来たくないな。こうやってね、この堕落が効いてる間に、こうやってトレイルを敷いて、みんな踏んでねーって。お、いらっしゃる。お、うまい。お、今みたいに、おお、引っかかってくれた、嬉しい。で、この構成は、トレイルを踏んで、反問状態のサバイバーは、檻に送るみたいな。フックは一回も使わないっていう構成なんですよね。半分ハイズリーみたいな。試してみたかったんよね。どうなるかな。戻り直ししない。で、この人は、反問状態やから送りますと。はい。すごい。フックを使わないなんて初めてやから怖いな、この構成。わからん、でも、ワンチャンめちゃくちゃ事故るかも。え、ちょっとその人、普通にフックに吊るしたんやけど。え、もうダウン取れるんやけど、これ。取っていい？取っていい？あ、ごめん、これ吊るしていい？ごめん、ごめん、これは吊るすわ。さすがに。もうテーマと真っ向から対立してるけど。やばい、俺この戦い方向いてないかも。だってさ、目の前に吊るせる人おったらもう吊るしたいやん。キャンプもしたいし。来てはる。ん？うまーい、消えた。こうやってね、地雷を仕掛けるんです。こうやってトンって。あー、うまいね。やっぱいたんだ。オフレコじゃない、飛ぶね。おお、デッドハード。一瞬圧をかけて、あ、でもあそこはもう回っちゃうんで、勝てるかな、この構成。勝ちたいけど。あー、そっちに行ったらサージ入らないじゃない。この先倒しはうまい。これはしっかりレベッカさん落としていきたいところ。で、一人ライトいたんでちょっと警戒。君かな、ライトは違うね。ん？でいい。はい。もうこの構成はとにかくダウンペースが大事なんで。あ、ライト来たね。おお、うまい。音聞いて。
でもまあこの人ずっとライト待機してたんで発電機回せないんで安心安心。今の救助はでも大きいね。あ、スマチャクかな。またライトされそう。これ来てんな。あれ、ライト君じゃないんだ。もう一発入れといて。どうしよう、これライト救助できる。ライト入るかな。入らない。 OK。 へい。で、あの人反応状態やからめちゃついてきてたよね君。なるほどね、恵みがあるんだね。一応消しとくか。回復したってことは発電機が回っていない。ちょっと皆さんごめんね、この構成まだ余裕がなくてコメント見れなくてごめんね。檻がどこだろう。あー待ってー、檻飛んじゃったー。いらっしゃる。ん、隠滅された。うまい。あの人、じゃああっちの3体で発電機固めよっか。あの小屋の発電機はもう上げていっか。そこ回してるんか。おうまい。おうおうおお。発電機が固まらなーい。ちょっとフェイント入れました。ちょろっと。ね、小屋に一人いらっしゃったから。うわー、もう全然この構成フック使ったらあかんのに。フック使い放題や。この方隠滅される。あらー、いらっしゃったね。回復しはった。ってことはやっぱり どうしよう。あの固有の発電機つけられたらしんどいかも。これはちょっと苦しい戦いになってきましたね。こっから隠密されると結構大変かもしれないです。あ、おった、やったね。やっぱこっちで恵み焚いてはったか。ん？シャドウステップも焚いてる？これ。見えてる。今のはね、呼吸の音が一瞬聞こえました。そっ。今のもフェイントです。オッケー、なんとかなりそう。お、向こうの一台ついた。え、サバイバーさんどうするんやろこれ。発電機こっちで固まっちゃったよ。すごい、なんか結果的になんか綺麗な試合になってる。でもこっからは
ちょっとモグラ叩きになっちゃうんで、ちょっと時間かかるかもしれないです。今はカラス飛んだ瞬間が見えました。はい。もう一人の方はどこにいらっしゃいます？エイダさん。あー、そこ窓じゃないのね。うん、そっちに行くんやったら追わなくていいです。あのね、もうこれの繰り返しになっちゃうんですよね。この試合って。回して張らない。で、エイダさんが向こうで回復して、またこっち戻ってくるみたいな。あ、でも二人ともいらっしゃるんか。エイダさん向こうにいるの確定なんで、これ追っちゃいます。飛ばない。あの方がライトさんでしたか。ああのめっちゃプレステージ高い人や。うまい。OK。よし。エイダさん回復されたから。多分救助に来てくれると信じて送りましょう。多分回復終わっても向こうに戻ってらっしゃると思うんで、きっと救助してくれるはず。あ、キーズ来てる。 OK。 OK。でこれで2枚抜きしてイダさんダウンさせて終わりです。はい、ありがとうございました。なかったっすね、一瞬マジでどこ行ったか分かんなかったっす。勝ててよかったこの構成で。いやそうですね、まあこの構成は折りの予測とあとはどんだけダウンペースを上げれるかなんで、まあ、結構ねアクティブに立ち回らないといけない構成だなと思いました。でもこの構成強いっすよ。そう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 。なんか多分、もっと僕がコンセプトに合った動きをしてれば、もっと、なんか、いい感じだったんかなと思います。